ペのヨッピーです。今日は赤ちゃんとママとパパにの心にね、とっても寄り添っているくっついたというね、絵本を紹介したいと思います。こちらの絵本は2匹の金魚、アヒル、ゾウ、サルがね登場して、1枚めくるとそれぞれがね、例えば金魚と金魚さんだったらくっついたって言ってね、こうお口とお口がくっついて、で次アヒルさんが登場してどこかがくっついてっていう感じでね、あのストーリーがこう進んでいくんですね。で最後の最後はもう一回ね、表紙を見てください。どう、このね、赤ちゃんとママが登場して、最後の最後はねパパも登場するんですが、この3人がねくっついたってどこかをねこうくっつける様子が描かれています。そこがお楽しみになっていますよ。はい、ということで中を紹介していきます。はい、こちらの絵本はですね、先ほどもご紹介したんですが、2匹のね金魚、アヒル、サル、ゾウがねまず登場するんですね。はい、バン、金魚さんがね登場したでしょうか。はい、金魚さんがねまず登場して、で1枚めくるとお口とお口がねくっついたっていう感じでね、くっついて遊ぶ様子が描かれているんですね。こんなような感じで金魚の次はアヒルさんが出てきて、サルさんが出てきて、ゾウさんが出てきてって感じでね進んでいきます。で最後の最後は赤ちゃんとねママとパパが登場します。はい、そしてですね、こちらの絵本はですね、背景に絵がないんですね。で単色でクリームがかった色なんですね。そこもすごく特徴的だなって思ったのと、こちらは貼り絵になっていて、でクレヨンのようなものでこう線が描かれているんですね。なので背景もねこのクリームがかっているし、すごくね温かみがあって、読んでいるとね、なんか保護者の方がこうほっこりと癒されるような感じがするなってね思いましたね。はい、このような絵本になっています。はい、三浦太郎さんのねご紹介をさせてくださいね。はい、三浦太郎さんはですね、日本、こちらの作品が実は日本のデビュー作ということでですね、先にスイスとかイタリア、スペインでね絵本をこう出版していたそうなんですね。はい、でこちらがデビュー作というふうに書かれていました。で それまではちょっとアート寄りだった作風が、ご自身のお子さんが生まれたことによって、こう子育てをこう自分で体感しながら、子供と接しながらいるうちに、こう自分のエピソードなどをねこう盛り込んだ作風にこう変わっていったっていうふうにね、インタビューに書かれていました。はい、で常に子どもの目線で子どもが楽しめるようにっていうのをねこう意識して作るようになりましたというふうにね書いてありましたよ。はい、そしてこちらの作品ででもですね、その子育てがこう生かされてるというかな感じだそうなんですね。はい、お子さんが生まれた時にあまりね笑ってくれないお子さんだったそうなんですけど、で最初ねどんな風に接したらいいかなってすごい戸惑ったそうなんですね。である日こうほっぺたをこうくっつけてみたら、キャハハって笑ってくれたみたいなんですね。きっと三浦さんすごく嬉しかったんでしょうね。そのエピソードがヒントになってこちらの絵本を作りましたっていうふうにね、こちらも絵本インタビューに書いてありました。はい、なんかねそれを聞いて、あ、なるほどなって、私もねなんかほっこりしたというか、そうだよなっていうふうにね思ったというエピソードはまた後でねご紹介したいと思います。はい、こちらの絵本の読み聞かせのポイントをねご紹介したいと思います。はい、もう一回金魚ちゃんバン。はい、こんな感じでね、金魚と金魚がまず出てきて、で次のページめくるとこうチュッとしたような感じになってますよね。はい、でね赤ちゃんに実際にこう口と口でチュッてするのって結構抵抗あるんじゃないかなと思うんですけど、そういうね場合でもなんかこうぜひこの絵本を見ながら、いろいろこうまねっこ遊びをしてね楽しんでもらいたいなって思う作品で、例えばですね、ちょっと口と口でチューするのはどうしようかなって思う方だったら、指でねこうこんな感じにして、あ、金魚と金魚さんがチュッてしたね、何々ちゃんにもチュッて感じでお口にチューしてあげたりとか、お花とお花をねゾウさんたちがこうくっつけているので、花と花がチュッてしたよって感じでこうツンってやってあげるだけで、もうねんねっていうかな
まだね首が座ったばかりの赤ちゃんでも結構ねこう触れてあげるとすごく喜ぶんですね。そういうのがねあのこの絵本を見ながらこうしてみようかなっていうふうにねきっと皆さん思うと思うのでちょっとこう触れてあげてまねっこしてあげて遊ぶのもすごく面白い読み方だなって思いましたね。こちらの絵本は背景がないのでこの登場してくるこの生き物たちに集中しやすいというかな。なので金魚が出てきたら赤いねとかヒレがヒラヒラヒラっとしてるのかなとかね、ゾウさんが出てくるので鼻が長いよとかあのお猿さんの腕が長いね何々ちゃんにもギュってこう手でね手をねキュってこう握ってあげたりとかそんな風に遊ぶと楽しいなってすごく遊びのねあのヒントをもらえる絵本だなと思いましたね。はい、でね私もあの保育士という資格を持ちながら赤ちゃんに触れるっていうことを体験したのが自分の息子で初めてだったんですね。で私もあのどんな風に接したらいいのかなどこまで触っていいのかなっていうのは実はすごく戸惑っていたんですね。でよく言うじゃないですかあの唾が唾というかなあんまりなんか口から物をあげたらダメだとかなんかだからちょっとこう唾が飛んだりしたらダメなのかなって思う時もあったしあのほっぺたとほっぺたとくっついたらお化粧がついちゃって肌に悪いかなって思ったりとかなんかいろいろねあの悩んだりする方いるんじゃない私みたいに悩むことはあるんじゃないかなと思うんですけど私も本当に長男の時はそういうのでいちいち悩んでいてで赤ちゃんとどんな風に接していいのかなってすごい悩んだ時があった時にこの絵本と出会ってちょっと触ってみてもいいかなと思ってほっぺたとほっぺたくっつけてみたんですね。でやっぱりこのなかなかこの距離感に来ることってないのでなんかすごく自分の中でもあすごく可愛いなんか嬉しいっていう気持ちが増したなっていうのが自分の記憶にあってで子供もこのママがすっごい距離まで来てくれたっていうのですっごいこう喜んでくれたんですね。手足をバタバタしてなんかそれもすごく良い思い出としてもあるんですね。で私みたいにどの程度ね赤ちゃんと接したらいいのかなって思うね親御さんたちにぜひこの絵本をちょっと通じてあのスキンシップを楽しんでもらえたらなっていうふうに思いますね。でもう一つねあのエピソードを言うとですねこの一番最後にママとパパで赤ちゃんをこうサンドイッチするかのようにくっつくんですね。実は私と主人と息子でやってみたことあるんですけどすっごい喜んだんですよ。ですっごい喜んだしで私もこの距離感に3人いることないからすっごい面白くってギャーって3人で笑ったんですね。なんかそれもすごく良い思い出でしかもほら私とパパのこの肌質も違うじゃないですか。なんかそこもすごい喜んでくれたようなもうちょっと大きくなった頃かな1歳ぐらいになったらこのなんかジョリジョリ感を楽しんでみたりとか逆にプニプニした肌が気持ちいいって言って私とパパがねこう赤ちゃんの息子の肌を触って感じたりとかそういうこともあったのでなんかすごくそのサンドイッチはおすすめですね。ぜひ皆さんやってみてください、はい、なんか結構ね私も主人のあのジョリジョリ感を楽しんだなっていうのがあってぜひ皆さんもやってみてください、はい、ということで今日もねすごくなんかスキンシップのお手本じゃないけど、はい、なんか一つのねきっかけになる絵本かなと思いました。くっついたを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょうね。さよなら。